はい、皆さんこんにちは。週末のニューヨークダウを踏まえた上でですね、日経平均の確認をしていきたいと思います。週末ニューヨークダウですね、マイナス5ドル安です。非常にまあちっちゃい動きですね。高値と安値の値幅もですね、約50ドルぐらいしかありませんので、非常に小幅な動きになっています。でそれに対して週末の CME ですね、14,820 円までね上げてきております。まあ、為替が若干円安に、ね、触れておりますので、まあ、それを交換した、ね、買いが入っているかもしれませんが、週末の日経平均は 14,589 円でしたので、約230円ほどですね、高く戻ってきてますね。で金曜日はですね、非常に値幅がある、ね、大きな動きになってきてます。15,000 手前まで行きましたね。14,953 まで高値ありましたけれども、そこから安値ですね、14,413 円、約500円以上ですね、値幅がね大きく出てきております。まあ、チャート的には移動平均線で25日線と75日線がね、まあ、ゴールデンクロスしてますので、まあ、押してきたところはね変わりやすいんではないかなと思われますね。で週末日曜日ですね、参議院選挙があります。今のところ自民公明の与党がですね、過半数を取りそうな勢いということでね、もうニュースがずっとね連日流れてきておりますけれども、まあ、与党がですね、勝てばご祝儀的な相場でね、週明けもまあ始まる可能性、まあ、当然 CME も高くね終わってきてますので、ご祝儀的には高く上がるね、可能性もありますけど、やはり15,000超えてくるとね、当然上値は重くなるんではないかなと思われます。まあ、チャート的には 15,200 円あたりまではですね、まあ、あり得るかと思いますけれども、この高値ですね、5月の高値を取りに行くためには、まあ、為替がですねまたさらに円安になるか、為替の方はですね今現在100円にちょうど乗ってきているところになります。で今年の5月の高値ですね、103円74銭ですね、103円近辺までね実際来るようだったらね、日経均もどんどん上がってくる可能性もね、ありますけれども、さすがにチャート的にはちょっとしんどくなってくるんではないかなと。まあ、基本的には14,500 円あたりからですね、15,000あたりのまあ揉み合いで、まあ多少下げてきても14,200円あたりはですねサポートしやすいんではないかなと思われます。で全体的に上がっていくためにやはり政策ですね、安倍首相がまた新たな政策をね、成長戦略なんかでね、出してくるか、もしくは為替がね一挙に102円とかね103円台まで来るか、そうしないとなかなかこの高値をね取り行くのは厳しいんではないかなと思われますね。あと来週からですね、企業の決算ですね、4月から6月期の決算発表がねスタートいたします。当然業績がいいやつ、情報修正してるやつ、最高益を出してるようなやつですね、そういった銘柄でまあチャートがねしっかりと崩れてないようなやつはね、積極的にまあ狙っていかれていいんではないかなと思いますね。であとは参議院選挙後ですね、安倍首相がまた新たな政策ですね、そういったのを出してくれば、当然個別銘柄、その政策に沿った銘柄ですね、そういったやつは当然物色されやすくなりますので、そういう銘柄をね、まあ、当然マークしていかれるとね効率がいいんではないかなと思われます。でじゃあちょっと一問均衡の表を見ていきますけれども、まあ、下げてきてもですね、まあ、雲の上限ですね、今先行スパン2ですね、13,873 円になります。ですからまあ下げてきてもやはり、まあ、13,800 円あたりはですね、どうしてもサポートしてほしいところになりますけども、まあ、万が一それを割ってくるような、ね、局面になってくるとチャートがですねちょっと崩れてしまいますので、13,800 円割ってくるとちょっとかなり警戒になります。あとこの6月の安値ですね、ここから結んだトレンドライン、それもだいたい近いところに行きますね。あと基準線が今13,684円ですけれども、来週になってきますとこの辺の安い株価のところがね外れてきますので、基準線はね当然上がってまいります。13,700 円、800円とかね、すぐ来ますので、やはりそのあたりがね、一つの目安になるんで、下げてもですね、サポートするところは、そこがまあ最低限の目安になるかと思いますね。そこ割ってくるとですね、今度はもう6月13日の安値を目指して、まあ、下手すると12,000とかね、11,000台をね、一挙に来るからね、下げるときはやはりこう激しいですからね、その辺をまあ気をつけていかれるとね、いいかと思われますね。では以上で、日経平均の解説終わりたいと思います。ありがとうございました。